A curation program which introduces the music now and from now on. 78 Music Crate. Music Crate. On BFM 78.皆さんこんばんは。折り紙プロダクションズスタッフの佐野と申します。セブンエイトミュージックレート始まりました。今週も折り紙プロダクションズのアーティストとスタッフが一丸となって音楽好きの皆さんのためにおすすめな音楽や有益な情報をお届けしていきたいと思います。それではスタッフがおすすめの音楽をご紹介していくコーナー折り紙サウンズ始めていきたいと思います。今回の放送はまあ12月も後半ですし1年を振り返るみたいな選曲も考えたんですけれど、今何を皆様にこう聞いていただきたいかって考えた時に、まあシンプルにこう自分の中で浮かぶのは12月14日にファーストアルバムをリリースしたシンガーソングライターのサラサのインナーオーシャンというアルバムの楽曲がこう浮かんでまいりましたので、まずはサラサのインナーオーシャンからこの曲を聞いていただきたいと思います。されたよ
サラサで火をつけてでした。この火をつけてはアルバムの先行シングルとして配信された楽曲なんですけれども、まあ、今年のサラサが出演したフジロックフェスティバルで初披露されまして、非常に反響の大きかった楽曲です。サラサの次のフェーズを感じる意欲作という感じで、まあ、僕も含めた巷の話題をかっさらったという楽曲ですね。はい、続いてはこの曲どうぞ。サラサで太陽が昇るまででした。2000年代の R&B グルーヴを散りばめたトラックといいますか、サラサの歌声と相性抜群ですよね。哀愁に満ちたギターフレーズが印象的な、まあ、ミッドテンポな楽曲で、トラックはコータ松川さんという方なんですけれども、サラサのグレーゾーンという楽曲なども松川さんですね。サラサとコータ松川さんの組み合わせはもう鉄板と言ってもいいのではないでしょうか。はい、続いては2曲続けてどうぞ。揺れてる。 In the night, it's a matter of
少し濡れるまぶた、台所の柔らかさにうずくまる朝、景色を起こすことばかり得意です。 Hey, 気になれない君のことを歌ってる。 In the night, いつまでもここに。 In the night, 早くなること。「立ち止まること」
ということで、シンガーソングライターのサラサのファーストアルバム「インナーオーシャン」から「退屈トバーゴ」2曲続けて聴いていただきました。それでは最後にこの楽曲を聴いていただきたいと思います。サラサの自分の楽曲としては初めてラッパーをフィーチャリングしたブルーフィートネイという楽曲なんですけれども、このラッパーのネイさんは名古屋を中心に今活躍されていて、キットフレシノをフィーチャーしたことで注目を集めたのも記憶に新しいかなという、あのサラサと同年代のラッパーですね。ラッパーをフィーチャリングしたという意味で、まあサラサのある種新境地ですね。今回はあえて1年を振り返らずにサラサのラップミュージックへの接近を垣間見つつ、こう未来を想像しながらお別れしたいと思います。次のコーナーはマバヌアさんです。はい、サラサでブルーフィートネイ。未来のこととかじゃなくて、もっと近いなんかのこと、すぐ近くにあるからこそ怖くなってしまう心、よく一緒にいるいつもの人、でもやることあるからもうそろ行かなきゃいけないのはしょうがない、今行かなきゃ届かなくなる気がするからしょうがない、逆にここにいっぱなしじゃもっと離れてしまう、そんな気がする、ごめん直感、今誰か悲しますってそうだ、どっかでまた飲みかけぬの光連続、曲がったり引いたりまっすぐ伸びたり引いたり繰り返す、途切れる頃には違う景色が見えてきて、君もいつもとは違うように見えてきてさ、少し悲しいねでも少し嬉しいよって思う今、街の明かりが見えてきた、信号機の赤が長い気がする、変わったらすぐ走り出す、ぐそこはもうすぐ行くよ、しばらくその方がすぐ会える日は来る気がする、また飲みかけのチャイニーズブルー口をそっとなぞって話して、君のサイズが数えぬ、皆さんこんばんは、 BFM78 ミュージックキュレート、今週は僕マバヌアがお届けいたします。これまあ収録になるんですけれども、ちょっと今ね鼻声、多分聞いていらっしゃる方は分かると思うんですが、風邪をひいておりましてですね、本当に鼻声お聞き苦しい方はちょっとボリューム下げていただいても大丈夫ですし、だけど皆さんに少しでもですね、音楽をお届けしたいと、このトークをお届けしたいということで今日は頑張って収録をしております。で結構コロナなんじゃないかとおっしゃられてる周りの人がいましてですね、検査2回ほどしたんですけれども、コロナ陰性陰性ということで、つまりは普通の風邪だったということなんですね。でオーバルの PA のですね伊藤さんの息子さん3人いらっしゃるそうなんですけど、その3人とも発熱があったと、
ああこれコロナが来たと思って調べたところ全員ただの風邪だったという、陰性だったそうなんですよ。だから普通の風邪っていうのも同時にやっぱ来ますので、はい、まあ、ちょっとややこしいなという限りなんですが、そんな状態で今日お届けしております。で、今日テーマどうしようかなと思ったんですけれども、なんかこうちょっと今微熱が出ているせいなのかですね、何をちまよったか、レゲエをテーマになんかいろいろレゲエかけようかなと思ったんですけど、なんか選んでる途中にですね、あまりにもこの深夜のテンションと季節柄が違いすぎてですね、さすがにやめまして、はい、今日は井上陽水さん特集してみようかなというふうに思います。はい、で井上陽水さんがですね、僕が影響を受けた数少ない、まあ、日本のですね、レジェンドシンガーソングライターでありますね。はい、僕は結構その洋楽聴く割合がどうしても昔から多いので、日本のアーティストでじゃあ知ってる人、影響を受けた人というとですね、どうしても数が少なくなってしまうんですが、井上陽水さんはうちの両親が好きでよく家で流れてたというのもありますし、あとバックバンドのね、ドラマが山木秀夫さん、僕が尊敬する日本のドラマで山木秀夫さんというのもありますし、やっぱりそのバックバンド陣ですね、ギターが近剛さん、ベースが三日月千春さん、まあ他そのバックバンド陣がすごくですね、もう素晴らしい日本のスタジオミュージシャンの方が毎回後ろについていらっしゃって、もう井上陽水さんの歌曲はもちろんなんですけれども、そのバックの演奏はそれにどう加わるのかというのもですね、レコーディング、そしてライブともに聴くのが楽しみでよく聴いていたというのがあるんですよ。で、実際ライブもですね3回ほど僕行きまして、一つはですね、松戸のホールに行ったことは記憶がありました。あと国際フォーラムかな、あとなんか何か所か行ったんですけれども、松戸のライブ会場はですね、このライブ会場の入り口に向けてこうね、長いその、道が続いてまして、その道の両脇にですね、井上陽水さんをこう熱唱するですね、シンガーソングライターの人たちがこう点々とこういるのが印象的でしたね。あれでしかもね、あれ松戸だけだったんですよね。他の会場で井上陽水さんのねカバーミュージシャンがずらーっとこう並んでるの見たことないんですが、あれなぜか松戸だけそういう状況になっていたというのが今でも記憶に新しいんですけれども、はい、まあ、ちょっとねベラベラ喋るのもあれなので、本日1曲目いきましょう。僕はですね、実はその井上陽水さんのこのハンサムボーイというアルバムがすごく好きなんですよ。でこれ90年のアルバムで、まあ、まさにうちの親が聴いていたというアルバムなんですけれども、なんかその都会的な部分と洗練された音遣い、今で言うと何でしょうね、FM シンセっていうんですかね、 FM 音源を多分使っているのではないかという、まあ清涼感のアルバム、大人気もあって清涼感のあって、でまあ最初その井上陽水さんってシンガーソングライターでもね、ハーモニカ吹きながらアコギを弾いてジャカジャカってフォークシンガー前とした形で出てきたと思うんですけれども、それとはまた違う色をですね、このハンサムボーイで聴かせてくれるとても素敵なアルバムなわけですよ。はい、で今日は夜にぴったりなこの曲を、まず1曲目に書きようかと思います。井上陽水でピポッパ、お送りしたのは井上陽水でピポッパでした。このリバーブがなんか気持ちよくて、ピッポッパっていうとこのフォーフォーフォーってこう空間が広がっていく感じ、あれがなんかね、水辺の上にずっと自分がいるような、なんかそんな気持ちになるんですよね。だから寝る前とかよく昔聞いていた記憶がありますね。あ、多分リズムがすごくいいので、そういったところもなんかかっこいいなと思いながら聞いてました。ということで、2曲目はですね、はい、井上陽水さんの相棒といえば、今野清志郎さんも確かにそうなんですよ。帰れない二人とかも最高なんですけどね、ライブ映像どっかに残ってるんでしょうかね。で、もう一人の相棒と呼べる人で、僕は奥田民生さんだと思ってまして、で、二人でアルバムを出してましたし、プロデュースね、パフィーだったかな。プロデュースもやられてまして。その中で、アルバムショッピングというのがありまして、はい、そのタイトルナンバーのショッピングという曲がですね、とても
ユニークでですね、これも聴いていただきたいんですね。なんかそのジャズなんですけど、なんか音色からいくとちょっと本当にショッピングのようなね、ライトでチープな、シンセの音かなんだか、オルガンかなの音を使っててですね、とても聴いているだけで面白くなってしまった記憶があります。では聴いていただきましょう。井上陽水&奥田民生でショッピング。お送りしたのは井上陽水&奥田民生でショッピング聞いていただきました。続いていきましょう。これもハンサムボーイからですね。はい、このねライブだとねこの曲ねさらにすごくなるんですよね。はい、音源を今日は流しますけれども聞いてください。最後のニュース、お送りしましたのは、井上陽水最後のニュースでした。いやー、ほんといい曲ですね。いろいろ喋ってるんですけど、なんか全然その歌詞がですね、なんか言葉が多いなーっていう感じには聞こえないというですね、スッとこの頭の中に入ってくるね、この歌詞の、まあ歌い方もあるんでしょうね。やっぱりその井上陽水さんの声の特徴ってすごくその、張りがあるんですけど、決してその耳に痛くないというか、やっぱり顎が鳴ってる感じしますよね。やっぱり顎がちょっとこうね響いてる、玉置浩二さんとかもそうなんですけど、上手いミュージシャンってこう骨格のですね、顔の下半分をうまく鳴らす技術を心得てるんですよね。もともとなんかそういう骨格の有利さみたいのもあるんですけど、結構ね皆さん上手い歌手の下顎を見ていただくとですね、結構そこをコントロールしてうまく歌っているっていうことがよくわかりますね。合唱コンクールみたいに口を大きく開けて歌いましょうっていうのは、あれはまあ教科書通りというか教科書の、正当な歌い方ではあるんですけれども、必ずしもあれが一番適切な正しい歌い方かどうかというとですね、他にもいろんな歌い方が世の中にあるということですね。これもちょっと知っておくと面白いかなというふうに思います。はい、続いて、飾りじゃないのを涙を流そうと思うんですけれども、そうです、これは中森明菜さんに井上陽水さんが提供した曲になるんですね。はい、で男性アーティストから女性アーティストに曲を書くというのはですね、例えば布袋寅泰さんが今井美樹さんに書くというのもですね、こう有名な話だと思うんですけれども、で井上陽水さんはね、もともとなんかその、なんて言うんでしょうね、このエレガントさというかですね、まあセクシーな部分ってすごくあるじゃないですか。なんかそういったところでこう女性目線でも曲とか詞を書くことができるのかなという感じがしまして、これは男性アーティスト誰にでもできるものではないというふうに僕は思ってるんですね。はい。で聞いていただきましょう。でこれですね、あ、そうですそうです、ブルーセレクションというアルバムで井上陽水さんがねちょっとこのジャズに目覚めた時期というのがありまして、そうなんです、井上陽水さんの今までの曲をすべてこうジャズ風にアレンジしたというですね、これ僕大好きなアルバムなんですが、2002年のアルバムから、聞いていただきます。アルバムブルーセレクションから飾りじゃないのよ涙を聞いてください。お送りしたのは井上陽水さんで飾りじゃないのよ涙はでした。はい、じゃあ続いて最後の曲になるんですけれどもですね、これは僕大好きな曲でして、これ1979年のアルバムですね、スニーカーダンサーというアルバムがありまして、このジャケットのね容姿もねちょっとこう都会的になってまして、ボサボサの頭ではないんですね、この頃はね。はい、すごくね音色とかもやっぱりその当時の今で言うとこのシティポップっぽいというかですね、おしゃれで大人なサウンドの中にこの井上陽水さんの歌曲がどのように、アレンジされているかというのを聞いていただけると面白いかなというふうに思います。はい、で聞いていただきましょう。井上陽水さんで海へ来なさい。お送りしたのは井上陽水さんで海へ来なさいでした。僕紹介してる時に気づいたんですけど、さん付けになってますね。はい、もう自然と尊敬の念がこう出ているんだと思いますきっと。はい、ということで今日は1アーティストに絞ってですね、しかも日本の、シンガーソングライター井上陽水さんに絞ってお送りしました。こういった回もねなかなか面白いんじゃないかなというふうに思いますので、今後もちょっと別アーティストでまた考えてみようかなというふうに思います。はい、今週は折り紙プロダクションズから僕マバヌアがお届けいたしました。それでは皆様おやすみなさい。